予報センターから台風5号に関する最新の情報をお伝えします。まず気象衛星の映像からご覧ください。台風5号の雲、現在はフィリピンの北側、こちらバシー海峡のあたりに見られているような状況です。台風の雲の状態、今こちらにあります。台風の中心付近はバシー海峡付近ということになっておりますけれども、台風の東側にもやや発達した雨雲の帯が移り込んでいます。この後台風は北上していくわけなんですが、明日は先島諸島や沖縄本島などでも今日よりも雨風が強まり、そしてまた波もさらに高くなる見通しです。台風の今後の予想進路見ていきましょう。午後3時の観測に基づきます最新の気象庁の台風予報です。台風5号は本日午後3時現在、大型で非常に強い勢力となっています。中心気圧は925ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は平均50メートルと解析されています。台風は明日木曜日の午後にかけて非常に強い勢力を保っていて、そしてさらにその後も北北西に進んでいく見通しです。金曜日から土曜日にかけては、勢力を弱めながら、中国大陸、河南に上陸し、そしてさらに渦中へと土曜日にかけて、北上していく見通しとなっています。沖縄先島方面にとってみますと、明日27日が、この台風の中心からの距離が最も近いといったところになる見通しです。風の現在の状況を見てみますと、午後4時前後のタイミングでは沖縄南西諸島方面ですけれども、平均で10メートルくらいというところで、瞬間的に15メートル程度の風が観測されています。ただこれから明日にかけては、台風の方ですね、さらに北上していくということで、濃い赤い部分、平均でも15メートルぐらいの風の領域が、先島付近に明日は次第にかかる見通しとなっています。明日の日中くらいまでが風のピークということになりそうです。現在よりもワンランク強い風、沖縄先島方面では予想されていますので、台風の動きに伴う風の強まり、注意警戒をしてください。また波浪の状況です。波も現在沖縄本島や先島中心に4メートル以上のしけ模様となっていますが、明日はさらに5メートルから6メートルの領域が遊戯波行で先島方面などにかかる予想となっています。場合によっては6メートルを超える大しけとなる可能性もあります。またこちらは遊戯波行です。ですので船舶に1波程度はこの倍程度の波が押し寄せる可能性もあるという状況になります。また沖縄南西諸島方面だけでなく、西日本などの太平洋側のエリアでも台風からのうねりが到達する可能性があります。海のレジャーなどは引き続き十分に注意をしてください。また降水の状況です。午後4時現在、散発的な雨雲が沖縄や先島方面中心にかかっている状況です。本日のところはまだ1時間で10ミリ前後のやや強いというレベルの雨になっていますけれども、明日にかけては台風の東側にあるライン状のまとまった雨雲、特に明日の明け方ぐらいから先島だけでなく沖縄本島周辺にもかかる予想となっています。組織化した雨雲がかかって停滞した場合には激しい雨や非常に激しい雨となる恐れもありますので、雨の降り方、落雷突風と合わせて明日は注意していただきたいと思います。台風5号、先島や沖縄本島方面、明日が最接近となります。引き続き最新の情報に注意をしてください。最新の情報はウェザーニュースのアプリからも確認いただけます。